はい、シロックマンです。今日は地下倉庫から、動画をお届けしたいと思います。今日はまあゲームをやるわけじゃないんですけどね、テレビの前にもいますけど、今日はですね、はい、まず最近購入した、ゲームソフトをね、まだ届いてないんですけども、さらにこの迷宮のエルフィーネというゲーム、 PC エンジンね、はい、注文しました。西村智美さんね、アイドルの、80年代のアイドルの西村智美さんが出てるゲームですね。それと、天使の歌というね、ロープレイですね。それと、ザ・スター・ボーリング・デラックスというね、PS のソフトですけど、人気声優のね、女性の人気声優10人と一緒にボーリングが楽しめるというゲームですね。はい。さらにこの3つをね、購入しました。はい。そんな感じです。で、今回の動画はね、僕が昔ね、持ってた、売ってしまって手放してしまったゲームソフトをね、ちょっとこう、売り上げちゃうわ。買い取りの、ね、なんていうのかな。買い取りのこう、データを見ながら、はい、ちょっと見ていきたいと思います。はい。どんなゲームを僕は売ってしまったのかということですね。はい。はい。まず、こちらですね。ちょっとこれ見にくいな。これ、ちょっと折った方がいいか。はい。これね。2002年4月にね、ギャングスターというお店でね、僕はゲームソフトを売ったんですけど、この当時って、まだね、レトロゲームの価値が低かったというか、買い取り価格がすごく安かった時代だったんですね。今はね、かなり高くなってると思いますけど、この当時って、古いレトロゲーム自体があんまり価値がね、低かった時代で、かなりね、激安でね、レトロゲーム、ファミコンとか PC エンジンとかメガドライブとかスーパーミコンとかゲームボーイとかね、激安で売られてた時代なんですよね。で、この当時って言ったら、まあ、PS2 とかね、ゲームボーイアドバンスとかね、ドリームキャストとか、その辺の時代ですかね。Xbox とかね。そういう時代だったんで、その頃って古いゲームソフトは、古いまあレトロゲームっていうのは価値が低かったってことで、ファミコンとかでももうね、かなり安くで激安でね、売られてたんですよね。100円、200円、300円の世界。だから買い取り値段もすごく安かったんですよね。そういう時に僕ね、大阪から中野県に引っ越すことになりました、なったんで、大量のね、ゲームソフトをね、ちょっと売らなきゃいけなくなり、まあ、売らないともうね、引っ越しできないぐらい量が多かったんで、大量に売ったんですよね。今は、もうすごい後悔してるんですけど、まあね、でも引っ越しだからしょうがないんですけどね。はい。で、まあね、その、どういうゲームを売ったのかっていうのをちょっとね、今回ね、お見せしたいと思います。僕自身も自分で振り返るのをね、久しぶりなんでね、いい機会だなと思いまして、はい。どんなゲームソフトを売ってしまって、また結局ね、ほとんどね、だいぶまたね、買い直してね、もう一度買ってるのもほとんどなんですけど、結局はね、はい。はい。まず、セガサターンですね。SS っていうのはセガサターンですね。はい。スレイヤーズロイヤルとか、ゲームウェアとかね、ワンチャイコレクションとか、バーチャロンとか、これでももう今でもまだもう今も持ってないともありますね、結構ね。バーチャロンとかもう今なかったと思うんですよね。持ってなかったと思います。プレイヤーズロイヤルは確かもう あったと思いますけどね。投資で URL とかね。はい。URA か。リグロードサールだとか、デジタルダンスミックス、アムロナミエさんのやつね。デカスリート、ストリートレテレザーとかね。グランチェイサーとか、ファーランドストーリーとか、水庫演舞も売ってますね。でも水庫演舞は僕ね、PS 版じゃないか。セガサタン版でまた買ってますね。持ってますね。はい。で、F1 ライブインフォーメーションも買いましたしね。バーチャレーシング、セガサタンね。で、これね、買い取り値段がこれ一番右に書いてるの買い取り値段です。10円とか50円ですからね。めちゃめちゃ安かったんですよ、買い取り値段がね。だからもったいなかったなって今考えたらすごく思うんですけどね。はい。で、これバーチャファイターのあれですね。なんていうのかな。
MV とか PV がね、入ってるゲームソフトも、これもね、またもう一回買ってますけど、僕ね、結局。頑張れ日本オリンピック2000とかね。はい。でもすごいですね。これ2002年なのに、頑張れ日本オリンピック2年前のゲームなのに、もう50円ですからね、買い取りがね。安くなるのが早すぎるというか。はい。で、これも、ここあれかな？この辺プレステになってる。プレステかな？もう。ここプレステですね。トバルナンバーワン。また買ってますけど、これもね。等身伝2もありますし。で、これが SCD は PC エンジン CD ロムロムですね。はい。熱血ドッジボールサッカー編とか、デビスカップテニスとか、ゴールデンアックス。ゴールデンアックスまた買ってますけどね、これ。で、スルーベンマン3とかね。クイズマルコトザワールド。で、こっからメガドライブですかね。バーミリオンね。バーミリオンも確かもう一回買ってた気がするな。スーパーモナコグランプリ。ブーレツデンドラゴンボールの、これもまだ持ってますね、またね。SD バリス、ダーウィン4081も持ってますね。メガパネル、ガイアレス、ファクテスト1、大旋風、ダライアス、これ10円ですからね、これ。めっちゃひどいですよね。今だったらもっと高くで売れると思いますけどね。すごいもったいなかったんです、だからこの当時ね。ダライアス2。ダライアス2はもう今持ってたと思いますけど。結構ほとんど買い替えてますから、またね。はい。10円ですからね、メガドライブね。ひどいですよね。しかもこのセーラームーンのメガドライブ版なんてレアですからね。今ね。10円ですからね。これもほんともったいなかったなと思います。ダイナマイトデュークとか、あと、ファンタシースターズ3は、これも今持ってますね。ソーサリアン。尾崎のスーパーマスターズね。はい。この中で一番もったいないのがセーラームーンかなと思いますけどね。メガドライブ版めっちゃレアですから。XDR ね。はい。大旋風とかもね、惜しかった。でもまあ、でもね。でも今はね、まあ、ちょっと音でかいな、これ。はい。今はね、レトロペディアとかレトロクエストにメガドライブのソフト入ってるから、まだいいんですけどね。よかったんですけどね。再購入って形になるんで。はい。はい。で、これまた別の日ですね。はい、また別の日にこれ売りに行ったという。はい。4月10日、次の日ですね。同じ店に売りに行ったということで。何回かに分けて、持って行ったんですよね。そうじゃないと、量が多すぎたんで、しかもその当時ね、原付か自転車しか持ってなかったんで、運ぶのもね、何回かに分けて運んで売りに行ったっていう、そういう記憶がありますね、苦労してね。はい。これは、ファミコンかな？ファミコンも50円とか100円とかですからね。だからまだメガドライブよりファミコンの方が価値高かったんですね。それでも100円とか50円ですから、買い取りはね。ひどいですよね。スーパーチャイニーズ2とか、SD ガンダム3、アルカノイド、トランスフォーマー、キョンシーズ2。まあ、でもまた買ってるのほとんどですけどね、結局は。またもう一回手に入れてるの結構多いですね。うん。こんな感じでね、結構売っちゃってるんですよね。はい。はい。これ全部ファミコンですね。まあ、で、安くて10円で、高くても50円ですからね。あ、100円か。高くても100円か。それもひどいですよね。はい。で、今度こっちですね。はい、こっち。こっちは、これまだファミコンですね。はい。ジャジャマル忍法帳とか、ジェンガ大作戦とかも、これもう一回買ってますからね、結局。本将棋。で、ドンキーコング、スーパードンキーコング3以降、ここからスーパーファミコンですね。はい。50円ですからね、スーパーファミコンのね、買い取りが。はい。マッスルボマーとかね、はい。ダンジョンマスター、キャスパー。でも結局やっぱりまた買ってるのが、やっぱ8割ぐらいはまた買ってますね、結局ね。でもスーパーファミコンとファミコンとメガドライブに関してはね、レトロペディアとかレトロクエストとかね、レトロパイに入ってたりするんでね。まあ、再購入したようなもんだとは思っていいですけど。はい。
で、さらにゲームソフトもね、またもう一回買ってるの結構多いですね。結局ね、手放したやつもね。はい。これスーパーアミコンここまで。で、こっち。で、またこれ、その、うん、これあれか。ここもまたその次の日かな、これ。どうなのかな。あ、これはまた、4月15日だから、さらに5日後ぐらいにまた売りに行ってますね。これは、ワンダースワンの本体を売りに行って、100円ですからね。で、ゲームボーイ本体10円ですよ。で、マリオペイントね、50円で売れ、ね。っていう感じですね。はい。で、またこれ別の店にね、売りに行ったデータもまだありまして。はい。これですね。はい。これもちょっと寄るか。はい。はい。これは僕のね、これ住所出てますけど、これも昔大阪に住んでた頃の住所なんで、全然構いません。今はね、誰も住んでないのでね。はい。25歳って書いてますね、僕ね。当時ね。これも2002年ですね。4月9日に売りに行った時の。買い取りデータなんですが、いやこれもね、攻略本が攻略本39冊390円だから10円ですね、1冊ね。今攻略本も結構価値高いと思うんですけどね、レトロゲームの攻略本だったらね、今だったら。はい。これまた別のお店ですけど、さっきとはね、それでもまだ買い取り値段ここも安いんですよね。はい。この当時、まあ、この当時時代的にやっぱね、レトロゲームの価値低かったんでね、マゴンセールでもめちゃ売ってましたし、安くて。で、しかも、ね、売ってる値段も安いしね。だから、バンバン買ってましたからね、その当時の僕ね。はい。これはまあ、プレステとかね、セガサタンとか、PC エンジンのシジロムロムとかですね。買い取り値段100円とかですから。ウルトラボックス。増刊号2号3号4号5号6号でね、僕最近ね、2号以外全部買い直しましたけど、全部これ買い取り100円ですからね。ひどいですよ。めちゃめちゃ損してますよ、だから、はい。僕ね、最近これ、増刊号から6号までね、2号除いて全部揃えるのにね、約1万円ぐらいかかってるかな。1万円近くかかってます。はい。えらい違いですよ。で、アドバンストバリアブルジェも100円で、で、ゼタのツインビーヤッホーデラックスパックがね、200円ですからね。それでもまあ高い方で、バイオハザード2が200円。ファイティングレボリューション計100円とかね。はい。はい。で、今度こっち。これまた別の日かな、これ。同じ日か。はい。これも全部買い取り100円ですね。はい。スターパロジャー。これ全部 PC エンジンの CD ロムですね。のソフト全部買い取り値段100円でしたね。スターパロジャーとかジライア。しかもこれ、ケンガマキョジライア非売品のやつが100円ですからね。レアなやつね。まあ、これ僕また、ケンガマキョジライアの非売品ね。もう一回買い替えてますけど、結局ね。はい。同じものをね。レギオン、100円とかね。中央機 CD ロムとか。ラバルー、これ最近購入したやつね。100円でしたね。買い取り値段。うるせえやつら、ランマ10分の1とランマの2分の1、囚われの花嫁。これ最近また買いましたけど、また100円で買い取ってもらってるんですよ。で、ぷよぷよ CD とかね。やわらとか。ライザンバー2、ブライ2、闇皇帝の逆襲と、バベルなんて最近購入したやつですよ。これまだ100円でしたからね、買い取りが。マジクール、サイキックストームって感じでね。全部100円でした、買い取り値段ね。ひどい話ですね、本当。はい。で、まだ続きいきます。これも PC エンジンの、CD ロムロムですね。全部買い取り値段100円です。イメージファイト2とかね、ブラックホールアサルト、パニックボンバー、美少女戦士セーラーモンコレクション。で、ランマ10分の1、
打倒無差別格闘竜ね、竜白書で、山村美沙サスペンス、金銭化、エザラ殺人事件、ね、これ僕欲しいなと思ってますけどね、またもう一回。高いんですよね、今ね、アマゾンで。はい。で、ドラゴンボールデッド、偉大なる孫悟空伝説が、フォークは F123、ハイグレネーダー、アベンジャー、エフェレ&チリオラ、ブライ、発力の勇士伝説、エルディス、スプリガン、全部100円です。タイトルがね。で、結局この中でもね、買ってる、最高に押してるの結構いっぱいありますね、やっぱりね。はい。あとまあ、中華ゲーム機に入ってて、まだ持ってないのもあったりしますけど、はい。いや、今考えたらもったいない話ですね、これね。今売ったらもっと価値高い値段になってると思いますけどね。はい。で、これも、PC エンジンの CD ロムとセガサターンですね。はい。全部買い取り100円で、ドリームキャストのリングのみ200円です、買い取りね。それでも安いですね、これも。はい。ビッグバン大事件、ファイナルゾーン2、モンスターレア、トンピングワールド。で、セガサタンですね。スガイオグス、スペースハリアーとか、学校の階段とか、PD オルトマンリンクとかね。はい。まあ、こういったゲームソフトがもうこんな値段だったんですよ、買い取り値段がね。しかもこの当時、ドレキャスは流行ってた時代だったんで、それでもリング200円は安いですよね。うん。でもリングまたでも確か買ったんですよね、それはね。はい。で、これは PS ですね。はい。ジョジョの奇妙な冒険は600円。割と、まあ、高い方かなと思います、これでもね。で、PS のアスカ 120% エクセレント、バーニングフェスト、100円でしたね。はい。はい。こんな感じですね。だから、この日に売りに行ったもの、合計金額3590円でしたね。こんだけ売って。はい。そんなもんですよ。で、あとこれも、さっきお見せしたのも、これ、全部これだけ売りに行って、合計金額が3030円ですからね。ひどい話ですよ、ほんと。で、これまた別の日ですね。4月10日に売りに行った。これ、どこの店やったかな？これ、買い取り魔王っていう店ですね。はい。買い取り魔王っていう店で。はい。はい。これは、ファミコンですね。ファミコン買い取り全部100円ですね。はい。はい。でもね、ほとんどまあ、ここに出てるの全部買い替えてますね。また全部買ってます。ファイアーエンブレム、ガイデン以外は全部買ってますね。はい。はい。まあ今だったらもっと高い値段で買い取ってもらえるはずですけどね。安すぎですよ、100円は。はい。で、今度こっち。これも全部ファミコンですね。これは、バトルシティだけ200円になってますね、買い取りが。バトルシティ高かったんですね、この当時ね。あと全部100円でしたね、買い取りが。この中でレアなやつって、何やろ、アルマジロぐらいかい？この中で一番レアなのは。これこっちは、この中で一番レアなのはね、地獄極楽丸はレアだと思いますよ。はい。あとはそうでもないかな。あとマジカルキッズドロピーもめっちゃレアですね。今はね。100円ですからね、この当時は。はい。これは、あとゼルダの伝説1ですね。これもレアですね。カセット版ですからレアですよ。はい。ディスクシステムじゃなくて、ファミコンのカセット版のゼルダですからね。今ならかなりレアなんですけど、この当時は買い取り値段が100円だったからね。で、これとこれ合わせて合計金額ね、買い取り値段が3100円でしたからね。で、今度こっちもありますね。はい。こっちは、これは、まあ、スーパーファミコンですね。スーパーファミコンも全部買い取り値段100円でした。はい。
これも今はもう、北斗の拳5なんてまた買い直してますもんね。アクトレーザーとかね、ドラゴンズマジックも買い直してるし、前期もスーパーメトロイドもスターフォックスも、高橋名人冒険島、2はもう今もないかな。スーパーチャイニーズファイターも、プリティファイターもね、ストーンプロテクターズも、焼きそばん、あ、焼きそばんであったね。はい。まあ、こういうゲームをね、北斗の拳5はもう今じゃ結構レアだと思うんですけどね、100円はひどいなと思いますけどね。高橋名人の冒険島2もちょっと、大冒険島か、2もちょっと珍しいと思うんですけどね、プリティファイターもね、はい、でも結局また買い替えてますからね、僕も。また持ってますから。はい。で、今度こっち。ここも、ファミコンとスーパーファミコンですよね。全部100円です、買い取る値段ね。コットン 100% とか、スーパーファミコンの。戦国伝承とか、これ、スーパーファミコン版貴重じゃないかと思うんですけどね。超兄貴。爆裂乱闘編。ジェットダンス。鋼なんてめっちゃレアですからね、今。100円はひどいわ。ガジュリーの。で、この下、あとファミコンですね。ファミコンは、まあ、ファミコンはこの中でレアなやつはないかもしれませんけど、それでも買い取り100円はひどいかなと思います。はい。で、今度はこっち。はい。全部ファミコンですね。これも全部買い取り100円ですね。はい。買い取り100円とかですから、まあ、売り値は多分ね、実際に売った値段は1000円から、1000円以内の値段で売るって感じですよね。売り場に売るときはね。1000円とか2000円とかまあね、780円とか980円とかね、それぐらいの値段で売るんだと思うんですよね。はい。今考えたら本当悔しいですね、これね。本当に。全部取っときと、持っときて、持っときたかったというか、今考えたら思いますね。ゲームソフトを全部売るんじゃなくて、今考えれば、あれですね、本とかもうちょっとね、処分したらよかったなって思ってます。それだったらね、ちょっともったいなかったですね、これね。本当に。本当、後悔してますね。ゲームソフトは全部取っときゃよかったなって今考えたら思いますね。なんでこんなに売っちゃったんだろうっていうね。まあ、親にもね、強く言われたっていうのもあるんですけどね、引っ越す前だったんで、もう大幅に物を減らしていきなさいっていうね。感じで、仕方なしに売ったっていう感じがしますね。親にも強く言われてね、もうこんなゲームソフトも全部ね、売っちゃいなさいよみたいな感じだったんですよね。そういう感じだったからもう勢いで売っちゃったみたいなね、そんな感じだったと思いますね。結局また長野県に来てからまたここに約ね、18年ぐらいになるんですけど、その間にまた買い替えてるという、もう一回ね、そんな感じですね。ここに書いてあるタイトル、ほとんどまたも、今持ってますからね。再びね、手に入れて。はい。この中じゃね、バゾルダーなんてめっちゃレアですね。指定戦空バゾルダー、ファミコンの後、ウォールフも、超人狼戦記ウォールフもレアだと思います。はい。それが100円ですからね。はい。で、これまあ、買い取り金額3000円ですからね。はい。ほんともったいなかったですね。はい。まだありますね。はい。はい。これもそうです。これまた4月10日に買い取り魔王という店に売りに行ったやつですけど、はい。これもファミコンですね。全部100円です、買い取り値段。2900円ね。はい。まあ、ぷよぷよのファミコン版もレアだと思うんですよね。あと、まあ、あとはそうでもないか。あと、ジャストブリードもレアかもしんないですね。ラグランジュポイント。ラグランジュポイントそうでもないか。レアってことでもないか。はい。でも、ここに書いてあるタイトルは、ほとんどまた買ってますからね、結局ね。はい。はい。で、次のページ、こっちですね。これもファミコンですね。はい。これ、そうですね。ファミコンですね。源平東魔伝とか、バリス。この中でレアなのは、ないですね。レアなのないですね。はい。で、ゲームボーイが1タイトルだけ売ってますね。ゲームボーイが、まあ、ゼルダの伝説夢を見る島デラックスが400円で割と高値だったんですね。
で、あとアナログコントローラー、ネジコンが200円と。あと全部100円だったですね。買い取れるのね。またここに書いてあるのもほとんど持ってますからね、また。結局買ってるんですよね。はい。で、これですね、今度ね。はい。これまた別の日、6月2日に売りに行って、買い取り魔王という店に売りに行ったやつですけど、これはネオジオ CD ですね。全部100円です、買い取る値段。400円合計。めっちゃもったいなかったですね。マジシャンロードとアートオブファイティング、竜子の剣怪伝と忍者コンバットと風雲目視録ですね。はい。で、この中で僕結局またマジシャンロードと忍者コンバットはまた買ってますからね、結局ね。はい。まあ、そんなもんなんですよね。またどうせ買っちゃうんですよ。はい。はい。以上ですね。以上が僕のね、2002年に、売りに行ったゲームソフトの買い取り金額ですけど、これ以降は僕も一切ゲームソフト売ってないですからね。一切ってことないけど、まあ、あんまり売りに行った記憶ないですね。うん。なんかね、間違えてダブって買っちゃったようなやつは売ったことありましたけど、これ以降はもうね、もう後悔してたんで、もうほとんどゲームソフトは売りに行った記憶はないですね。あと、まあ本とかね、本とかしか売った、本とか CD ぐらいしか売りに行った記憶ないですね、これ以降はね。はい。もうこれをきっかけでね、もうゲームソフト売るのはやめとこうって本当に思ったんですよ。どんなつまらないゲームでも置いとこうと思うようになりました、本当ね。はい。はい。で、じゃあ、で、この間のね、動画の時に、セガサターンのね、僕が持ってるセガサターンのリストをお見せしますと言った途中で親が帰ってきてね、途中で切れちゃったんですよ。動画切っちゃったんですけど。その続きというかね、はい、お見せしたいと思います。はい。まあ僕が現在持っているセガサターンのソフト。まあ実際に僕実物のね、セガサターンのゲームソフトをね、全部お見せしてる動画あるんですけどね。これリストでもお見せ します。で、このピンク色で線してあるのは、今は持ってないやつです。売っちゃったやつですね。はい。あ、音楽が、変になったな。はい。まあまあこんな感じなんですね。僕は持ってるセガサターンのソフトね。はい。で、この辺は手放してる、売っちゃったやつですね。はい。はい。こんな感じです。まあね、こういう、まだセガサターンのソフトとかね、あとポリメガでね、まあ、ゲームソフトをね、入れればポリメガでインストールして遊ぶことができるんで、それがすごい楽しみですね。そう、インストールする作業がすごく楽しそうだなと思いますね。僕はレトロフリークを初めて買った時にゲームを、ね、レトロフリークでゲームソフトをね、インストールする作業がすごく楽しかったんですけど、まあ、それみたいな感じで、はい。ただね、ポリメガって何ギガぐらいまでゲームが入、データがね、入るのかっていうのが、そこがね、疑問なんですけど、できればね、僕が持ってる、今所有してるね、ゲームソフトすべてを、ポリメガに入れたいっていうのあるんですけど、まあその場合はね、本体の容量が足りない場合は、SD カードを入れたりなんかして、そういう記憶媒体を使って、そこに落とすことができるとか、そういうのがあるかもしれないですね。そうすれば結局全部自分が持ってるものは入れることができるかもしれないですね。SD カードとかそういうのが利用できるんであればね。はい。まあそんな感じだと思います。おそらく。はい。このバーチャファイター CG ポートレートシリーズってやつは全部売っちゃったんですけど、また買ってますからね、結局ね。結局はそういうもんなんですよ。また買っちゃうんですよ。一回手放したゲームでもね。はい。ゲームウェア1,2,3も結局また買ってんですもんね、これね。で、これレアですね。X ジャパンバーチャルショック001ってね。これはね、さすがに売れなかったですね。この当時からレアって分かってましたからね。はい。こんな感じですね。ゲームウェア、ボリューム5はないんですね。
タイムギャル&忍者ハヤテは超レアですね。あと、プリティファイター X もレアですね。はい。はい。ストリートファイター02は売っちゃってるんですね。まあ、プレステ版も PS 版がありますけどね。だから売っちゃったのもあると思いますけど。じゃあ野球券スペシャルもレアですね。でもこれは実況プレイができないのが残念ですね。面白いのにね。まあ思いっきりおっぱい丸出しになっちゃうからね。ダメですよね、あれは。投稿できないですよね。はい。で、まだありますね、セガサタンね。はい。はい。この辺めっちゃ売ってますね。この同級生2売ったのはもったいなかったですね。なんで売ったんでしょうね。結構レアなんですけどね。こういうゲームって高いんですよね、買い取りがね。今だったら、なかなか買うのも高いんですけど。なんで売っちゃったのかな、同級生2ね。はい、もう自分でもよくわかんないですよ。なんで売っちゃったのかっていうのがね、当時の気持ちがね。はい。はい、こんな感じ。あと、セガサターン、あとこれだ、ここ、あとここですね。X メンバーズストリートファイターも持ってたけど売っちゃったんですね。まあ、プレステ版で持ってるからいいんですけど。はい。はい、銀河お嬢様伝説、ユナ3持ってますね。はい。この疾風魔法大作戦も結構レアですね。リアセクションとかね。はい。はい、これ以上ですね。僕が持ってる、セガサターンのソフトですね。まあ、結構ね、いっぱい、これもセガサターン、これまだ書けるとこいっぱいあるんですけどね。持ってるゲームもね。ドリームキャストはね、ほとんど売ってないんですよね。結局、リングだけ売って、さっきもありましたけど、リングまだ買ってますからね。シーマンだけですね、売ったの。ドリームキャストはね、ほぼね、ほとんど取ってあるんですよね。一つも売らなかったの、確か。リング以外は売らなかったんですよね。リングとシーマン以外ね、確か。まあ、その当時ね、2002年ぐらいって言ったら、まあ、ドリキャスまだ流行ってましたから。さすがに売りにくかったというか。これ Xbox ですね。Xbox はこんな感じです。僕も思ってる。この、月亀の城エボリューション青を売ったのはちょっともったいなかったですね。あ、そうか。それ以降も2002年以降もちょっと売ってますね。やっぱりね、ゲームソフト。売ってる時ありますね。それは多分ね、佐久市っていうところにね、一人暮らししてた時に、実家に引っ越す時に、多分またその時もね、大量に物をね、減らさなきゃいけなくて、ゲームソフトを売ったんですよ、そういえばね。だからその時売ったのもあるから、はい、結局引っ越す時に売っちゃうんですよね。でも、今長野県実家に今住んでますけども、引っ越すことはないと思うんでね、もう一切売らない方がいいかなと思ってますね。はい。この実家からさらに引っ越すことはもうないと思うんですよね。はい。忍者ガイデンとか。そう、忍者ガイデンはね、売ったんじゃなくて、友達に、確か、仮パクされたっていうやつですね。はい。両方ともね、体験版も、はい。で、メガドライブですね、これ。メガドライブはいいですね、別に。無視しなくてもね。はい。で、ネオジオ。僕が持ってるネオジオのソフトはこんな感じです。一応お見せしときますか。ネオジオもほとんど売ってないんですよ。さっきのね、アートオブファイティング、竜子の剣外伝と、風目視録のね、メガ CD 版のみしか売ってないんです。あと全部取ってあるんですよね、そんなのね。売らずにね。はい。ネオジオとネオ CD はまだ未だに本体持ってますからね。あとネオジオポケットもそうですね。一つも売ってないですね。はい。こんな感じです。
これ4つがジョジョポケットですね。ジョジョポケットは4タイトルしか持ってないんですよ、未だにね。はい。で、これワンダースワンですね。あ、さ、ワンダースワンは結構売ってますね。赤くつけてあるの多いから。はい。結局売ってますね、結局ね。はい。あ、まあ、ワンダースワンのお店さほどでもないですね。3DO がね、こんだけあるんですよ、僕。5タイトルのみ持ってるんですね。はい。で、PC エンジン、ヒューカード。お見せするほどでもないとは思います。CD ロムはこの間お見せしましたからね。僕は持ってるソフトディスクね。はい。で、一応 PS、まあ、今回ね、ポリメガのね、ニュースに関しての、今一応関連動画ということなんで、PS もお見せしたいと思います。PS の僕持ってるリスト。はい。PS もまあそんなに売ってないですね。はい。PS で売ったのは、この、マーブルバーダスカプコンと、ジョジョの奇妙な冒険と、ザ・キング・オブ・ファイターズ99と、頑張れ日本オリンピック2000と、バイオハザード2と、カプコンジェネレーション第2章、魔界と騎士、カプコンジェネレーション第5章、格闘家たちだけですね、売ったの。あと、こっちもあるか。あ、こっちもあった。まだ、あ、結構あるわ。これ、まあ、PS 結構まだこれだけあるんですけど、はい。PS もね、いっぱいあるんですけど、はい。まあ、僕が持ってる PS のソフトですね。はい。こんな感じです。これ、番号はこれで買った順番になってますからね。僕は初めてね、プレイステーションの本体を手に入れて買ったゲームは、ドラゴンボール Z、アルティメットミッション、アルティメットバトル22と、KOF95 ですね。はい。初めて買ったのね。ちなみに、セガサターンのね、初めて買ったのは、バーチャファイターとバーチャファイター2と、ファイティングパイパーとヴァンパイアハンターと X メンの5タイトルを確か初めて買ったんですね。はい。はい。はい。まあそんな感じなんですよ。まあやっぱね、対戦格闘多いっすね。最初の頃に買ってるのはね。まあそれをやるのが目的で買ってるようなもんですから、PS とかセガサターンとかはね、この当時は。まあまた格闘ゲーム多いんですよね。ほとんどそうですよ。まあ、これまあ未だにほとんど持ってるってことですね。はい。もう格闘ですよね、ほとんど。はい。もう格闘好き。もうね、2D 対戦格闘、3D 対戦格闘で気になるタイトルはもうほぼ一通り買ってるって感じですね。話題になったゲームはね。はい。はい。はい。こんな感じですね。はい。もうまあ格闘ばっかりですね。で、今度は PS の、はい、データ。はい。ジンビー対戦パズル玉ね。はい。ホーマーハンターライブってありましたね。はい、これ売っちゃってますね。ウィザーズハーモニーとか。はい。あ、サムライディーパー今日は、ね、今持ってますね。これまだ、こう消すの忘れてましたけど、まだ買い替えましたね。はい。はい、あ、最有機売っちゃったのか。これレアなのにね、もったいなかったですね。これね、下に線こうやって赤線引いてるのは、対戦格闘ゲームというか、格闘系のゲームだけ印してあるんですよね。はい。
はい、結構ね、結構いろいろ持ってますからね、僕ね。はい。はい、こんな感じですね。あとこっち。はい。あ、これ、小室哲哉のダブルスクリーンはダブってますね。二つありますね。はい。はい。まだありますもんね。はい。いやー、まあ結構ね、カプコンジェネレーション追っちゃってますね。それはなんで追ったかというと、カプコンクラシックスコレクションのね、PS 版、PS2 版があるからだと思いますね。はい。だから売っちゃったんですよね。あれ持ってればね、ラインナップ同じなんでね。はい。はい、こんな感じですね。で、このこっち。まあね、PS のまた実物のね、ゲームソフトをね、すべて紹介してる動画もありますんでね、またそれもなんかね、そっちの方で見ていただいてもいいですか？これただのリストだけですからね。はいはい、ヤルドラシリーズって流行りましたね、一時期ね。はい、でも、買ったら買ったけど、やってないのも結構いっぱいありますけどね。レイクライシスもいいですね。同級生2ありますね。さっきセガサタン版売ってしまってもったいないって言ってましたけど、PS 版で持ってましたね。だから売ったんでしょうね、おそらくね。そういうことですね。これはある程度考えてるところもあるんですね、昔の僕でも。で、ヘンリーエクスプローラーズ、最近買ってしまったんですけど、持ってますね、ちゃんとね。んで、ここに、セガサターン版の、ヘンリーエクスプローラーズもあるんですよね。はい。だからダブっちゃったんですよ。どっちのバージョンも持ってるというね。それなのに、また買ってるというね、最近ね。バカですよね。本当に。もっと頑張ります。何今、まあ、もっと頑張りますけど何なんか今、勝手に喋ったね、なんかタブレットが。はい。あ、水光演舞って俺 PS 版持ってたんや。それも自分で把握できてなかったとは。セガサタン版も持ってるのはね、覚えてたんですけど。はい。で、これでプレステここまでですね。はい。X のミュータントアカデミーですね。ごちゃごちゃになっちゃってますけど。はい。で、これ以降もね、買ってると思うんですけど、ここに書いてないのもいっぱいありますね。リストに書いてないのもね。そのうち書かなきゃいけないなと思ってますけど。で、PS2 ですね。PS2 はポリメガでプレイできないと思うんでね。はい。で、PS3 を書いてますね、リスト。プレイステーションポータブル、PSP のね、リスト書いてますね。はい。まあ、そんなとこですね。はい。じゃあ、今回は、まあ、一応、僕はね、買い取り、昔ね、ゲームソフトをね、売ってしまったゲームソフトをね、だいたいどれぐらいのね、相場であって、持ち代にね、相場っていうかどれぐらいのまあね、値段で売ってしまったのかというね、はい、まあ、その当時のまあ、ゲームのね、相場というか、まあ、価値観というのもね、まあ、だいぶ今と違うなというのをね、だいぶ分かったかと思いますけど、はい。まあそういうことをね、
紹介させてもらいました。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。